こっちもたまには見れる。11月16日金曜日18時川崎 FM79.1 ドリームキングダム池田ロードのミュージックエンジンのお時間がやってまいりました。はい、パーソナリティを務めさせていただきます池田ロードとアシスタントのモニカです。よろしくお願いしま す。はい、本放送なんですが JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイス1階にありますサテライトスタジオより生放送でお送りしております。はい、ところがですね、本日はね、生放送そうですね、今日は生放送なんですけど、なんとね、ツイッター生配信が今回からスタートいたしましてですね、どんどん先に行きますね。はい、ご視聴いただいている皆様、はい、ぜひともリツイートお願いしたいところですね。お願いいたします。はい、いや、もうこの間ね、僕やっちゃいました、はい、あのうちの伊藤とね、はい、あと EY 恵子と吉田さんとね、はい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 、ちょっとまあミーティングと言いつつ、まあミーティングという酒飲みがまああった、飲み会ですよね、多分、はい、新丸子の某居酒屋だったんですけど、はい、結構酔っ払っちゃったんです僕ら、はい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 、まあ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 酔いましたね。僕は結構強い方なんですけどもね、結構酔っちゃって、でじゃあもう時間だ帰りましょうってなったわけですよ、はいはいはい、でね、吉田さんが財布を持ってたんで、はい、で僕トイレ行ったんですね、はい、で戻ってきて、じゃあ行きましょうってなったんで、はい、あ、吉田さん払ってくれたんだなって、あ、後で払わなきゃなんて思って出てきたんですよ、はいはいはい、したらですね、僕ら勘定払ってなかったんですよで、たまたまそこの従業員でカイ君っていうの男の子が、舞台をね、ちょっと今頑張ってるね、若い男の子が働いてるんですけどもね、はいはい、その子とたまたま僕 LINE、 その日 LINE をその日に交換したもんで、あ、夜中の2時ぐらいにですね、LINE が入りましてですねみたいな、参りましたねで、帰りもね、あれおかしいなおかしいなって言ってたんですよね。やっぱ実際やはり払ってなかったりということでですね、止められもしなかったんですね。そうですねで、なんかその海君が言うには、そのお会計表もテーブルに置いたまんまだったっていうんですよ。あらら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 ら、こんなことあるんだなっていう普通にみんな、ありがとうございましたーなんつってね、普通にごさーんって出てきたわけですよ、まあ、いや、こんなことあるんだなと気をつけていただいて、はい、改めまして、海君ごめんなさい、ね、ごめんなさい、放送終わったら星洗いに行きますね、はい、はい、はい、本日もですね、はい、1時間の放送番組となっておりますけども、はい、はい、今日は素敵なお二方にですね、今日はあのロードさんの鼻の下が伸びるような、いやー、もうすでに僕ゴリラみたいな鼻してま、ね、なってます、ね、鼻の下のそのうちドラムやりだすんじゃないかなっていう不安感も抱えてなってますかねもうなってますよ、もう本当生配信で今の顔は見てもらえたかな、はい、いや、見ていただいてる方もいらっしゃるわけですよ、見られてますよ、ね、すいません、はい、はい、ではそれでは、じゃあモニカさんご紹介お願いいたします。2人目のゲストの方からご紹介させていただきます。はい、東京ガールズコレクションのメイン MC などを担当、はい、あとイベントの司会、モデルとしても活躍中の MC シンガー直美さんにお越しいただきました。どうもよろしくお願いしました。よろしくお願いします。はい、大家好、我叫主持歌手直美、今天能够认识大家很高兴。 Hello everyone, I'm MC singer Naomi, working as singer and also as MC at event ceremonies and wedding. I'm so delighted to see you. 皆さんこんにちは、 MC singer Naomi です。どうぞよろしくお願いいたします。素晴らしいですね。いや、英語で来るかなと思ったんですけどまさかの中国語の方 で、 あの最後の方に何言ってるか分かりましたね。そうですね、ちょっとね、はい、ちょっと横浜に近いということだったのでチャイナドレスで今日は来ちゃいました。素敵ですよ、はい、あ、そういうことだったんですね。そうなんですよね。いや、先ほどね、はい、あの打ち合わせ前にお会いした時にね、上着パッて見る、あれあれあってね一人だけ見てるぞってね、すごいです。 10センチぐらいありますか、あのヒール、ね、ヒール、はい、ありますね。これちょっとね、突き刺さったら痛いぐらいね。え、モニカさんにロードさんちょっと踏んでもらったらどうですか、はい、踏んでようかな、いいのかなゆっくり無理、いや、もう穴開くぞって、ねね、やめときましょう、ね、出血ですね。ナオミさんはあれですよね、ライブでそうです、もう何度もね、私もご共演させていただいておりましてですね、まあ、もちろん歌もダンスもなんですけど、また MC がね、素晴らしいんですよ。いや、ありがとうございます、はい、嬉しいな。なんかね、こんなおっさんがね、スターになった気分になります。そんなに言われてたら英語で、ね、本当に嬉しいです。悠長な英語でね、いや、嬉しい、ロックシンガー、ロックシンガー、ね、はい、いや、嬉しいですね、素晴らしいです。でもあれも本当に
もう当日ぶっつけ本番で初めてやらせていただいたんですけど、意外とですね、やっぱりいろんな方々のアーティストさんの素晴らしさを事前にインタビューしておくと、自分って単語ってこんなに難しいんだとか新たに発見できましたので、これからもどんどん意外とできるかもしれないと思ってやっていきたいと思います。いやー、はい、素晴らしい、ありがとうございます、まあ、それが謙虚ですよね、彼女は。ものすごく謙虚です、ありがとうございます、ダンスはすごいセクシーなんですよ、セクシーなんですよ、ありがとうございます。これね、ぜひとも今あのラジオ聴いてる皆様、はい、ぜひ本当直美さんご出演のライブ、ぜひ来てね、見ていただきたいですね。まあ、後ほどね、ちょっとライブの告知もお願いしますけどもね。そうですね、ありがとうございます。で、今日はですね、はい、もう見えてるんですけども、はい、前にございます、見せてあげられないのが残念なんですけど、はい、直美さん事前にですね、はい、自分を表すっていう絵を、これも生い立ちから全て今の現代まで至る全部押し込めちゃいました。直美さんどんな話しますか今日って言ったら、ちょっと待ってください、ガサガサガサってなりますよね。で、なんかちっちゃいなんか画用紙が持ってたのは分かったんで、はい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 、こういうふうにペラペラタイプかなと思ったらバサーってなくなって、いやーこれ無理ですよ、だってね、1メーターかけ2メーターぐらいの巨大なそうなんですよね、アートになっておりますので、そうですね、あの分かりやすく言うと、あの学生時代に文化祭とか、はい、なんかあのあそんな感じする発表とかで書いたような紙、はい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 、そんな感じ、はい、そうですね、うん、もうなんかいろいろギュッと詰まってて嬉しいですね、はい、無理やり押し込んで状態ですので、また今日ですね、ロードさん、モニカさんからこう突っ込んでいただいて、これ何、どういう生い立ちとかいろいろ聞いていただけたらと思います。はい、承知いたしました、仲良くなってたらと思います、よろしくお願いいたします、よろしくお願いいたします。では、はい、時間ももったいないですので、どんどん行っちゃいましょうかね、はい、まずはですね、はい、やっぱ生い立ちということで、はい、一番左上、はい、はい、五島列島、はい、そうです、はい、五島列島、5つの島からなる五島列島ですけれども、はい、その中の下の方の福江島で私は誕生いたしました、はい、福江島といいますと御嶽山とかがあって、あの昔火山とかがいっぱいあったところとか、はい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 、テーブルサンゴがですね、潜ったら赤だったり青だったり緑黄色とかいろんな色のテーブルサンゴがあって、あと川口春奈さんも出身のところでございます、なんか結構有名な方がね、いらっしゃるんですよね、実はね、いや僕最初ね、あの五島列島で書いてあったんで、あれ漁師でもやってたんかな、やってみたい、やってみたい、魚が大好きで美味しいので、ね、美味しい、五島列島美味しいですよ、美味しいですよ、何を食べても美味しいですね、五島列島だけはね、ちっちゃい頃はよく、はい、あの潮が引いた時にですね、みんなでサンゴとか岩を持ち込んで、でみんなね輪っかを作るんですね、こうやって持ち込んで、でちょっとあの人工プールみたいにして、でそしたら海がまた満ち潮になって、また引いた後にですね、翌朝見るといっぱい魚が集まってるんですよ、そうなんです、取り放題、取り放題ですね、いいな、そのまま生きたエビをパクッとね食べちゃったり、もうプチチ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 、そのまま食べる、食べれるんですね、食べますね、食べますね、絶対ないもんね、こんなに、そうですよね、私あの育ちが長野なんで、海がないんですよ、海ないですね、逆に山だらけなんで、はい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 、ご案内いたします、ぜひお二人はご当ツアーへ、はい、導きます、お願いいたしますよ、ぜひね、はい、あれはタコと、え、あれ、あ、カツオですね、カツオ、カツオ、そうです、ありがとうございます、あのよく父が、あれは父なんですけど、あ、あ、こちらお父さん、お父さんでやってますね、バタコさんの隣がお父さんでしてね、そう、バタコさんに見えるのは、はい、あれはじゃあお母さんとかですか、あ、そうなんです、お母さんバタコさんみたいなね、お母さん、いや、おかしいなと思ったの、あれ、ね、ジャムおじさんじゃなきゃダメだろうと思ったの、そうですよね、ジャムおじさんじゃなきゃダメ、バタコさんがおるから、ね、ジャムおじさんじゃなきゃダメでしょと思ったの、そうですよね、セットですもんね、あの二人は、そうなんです、実はね、あれはちょっとね、ちょっとあの髪が薄いんですけれども、まあね、まだまだ釣りとしては現役で頑張っています、父が、はい、五島列島で釣っていたので、よく私もだから刺身が大好きなんですね、はい、いや刺身はいいですよ、いいですよね、ロードさん飲むんでね、やっぱ、まあ、僕大好きですね、私飲まなくても刺身大好きです、あ、あ、そうですか、それはね、人生楽しめるね、一つの強みですよ、そうですよ、そうですね、あのだからよくスーパーとかで閉店間際に安くなったのを買って、はい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 、賢いですね、なるほど、ね、刺身もいいですよ、いいですね、日本酒ちびりちびりしながら ね、最高です、いいですね、で今すごいザ日本の話してるんですけど、海外の方にもいらっしゃって、あ、そうなんです、ね、はい、ご覧ください、右上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 の、あのね、また後ほどツイッターでも上げさせていただきますが、こちらの映画、カーネル・サンダーウーさんの映画ですかね、そうなんです、はい、カーネル・サンダーウーさん、ケンタッキー
州に住んでおりました。小学校の8歳からですね、中学校の、2年生まで住んでおりまして、はい、そこは結構長くいらっしゃったんですね。そうなんです、結構ですね、国際的豊かな町でして、シンシナティ州とかオハイオとかですね行ったんですけども、もう本当に多文化なんですね。多文化なところで、インドのあの衣装に包まれた方もいたり、あとはクラスではね、あの車椅子の子もいるんですけども、体が不自由な子も一緒に生活してるところがですね、本当にあのあったかい、みんなが助け合う自然な空気が生まれてたのがとっても美しかったです。はい、私海外行ったことないんで羨ましいです。あ、そうなの、日本から出たことないです。あら、あ、そうだったの。そうなんですか、意外です。僕も1回ぐらいありますけどね。ほんの1回だけ、僕も18歳の時行ったっきりですけどね。ディバリーヒルズとかですか。いや、私はね、ブラジル行ったんですよ。あ、ブラジル、ブラジルにね、1ヶ月ぐらいいたんですよ。で、ロサンゼルスに1週間、だもう最初で最後の40日旅行っていう。おー、いいな、はい、もうそれ以来行ってないです。すごい勇気。じゃあこれからバンバンね、みんなで行きたいですね。行きましょう。直美さん言えば通訳も安心ですね。助かります、はい、中国も OK とか。あ、そうですね、中国もぜひぜひ行ってください。じゃあそんな左下の絵が、あれが中国ですか。あ、はい、あれが中華街でして。中華街、はい、私神戸市外国語大学の中国学科におりまして、はい、その近くが三宮と中華街、元町の中華街、はい、三宮、はい、わかります、わかります。そちらの絵を描かせていただきました。おー、はい、そうなんです。三宮、なるほど。そうですね、あそこはあのいろんなね、中華料理屋さんがいっぱいあるんですね。はい、ありますね、ありがとうございます、はい、はい、もう私は留学を相談したところ、親からはもう留学お金かかっちゃうから、はいはいはい、もう自分で勉強しなさいっていうことだったので、もう24時間中国語漬けにするためにどうしたらいいかと思って、はい、でアルバイトは中華料理店を選んで、でその後中国語しか話せない先生の授業を取ったりですね。はい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 、はいはい、あと中国語劇団にも入りまして、中国語付きの大学時代でした。あ、それであの流暢なストイックですね。そうなんですよ、はぁ、ね、海外の人でこっち来る人、ここも大体日本語しか喋らないように、家では喋らないようにして、うん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 、日本語だけみたいな、はい、みたいですよね、はい、そういったところだけはね、はい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 、なるほど。三宮は僕はもう夜しかあんま行ったことなくて、ね、あ、そうなんですか。すごい、お酒も強い。夜はよく行ったりしてたんですけどね。あとね、あの陣内さんとね、あの鳥田さん、生田神社とかね、近いですよね。そこはすごかったですね、はい、あの時 ね、はい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 、まだまだありますよ、はい、ちなみに一番右下のドレス、あ、はい、あれはですね、趣味でして、私ドレスが作るのが好きなんですね。あ、作るのが、はい、あの家にマネキンがあるんです、私と同じサイズの。ほうほう同じサイズの、首はないんですけども、首はないボディと言いまして、ほうほうほう、自分のサイズと同じものがあの家に立っていて、ほうほうほう、であのメリーちゃんっていう名前つけてるんですけど、メリーちゃんちょっと怖いですよね。メリーちゃんちょっと結構ホラーキンちゃん、マネキンのメリーちゃんって怖い怖い。はい、であの自分で岡田屋っていうですね、まあ、東京素晴らしいなと思ったんですけど、はい、もう7階8階かな、すごい、もう全部の階がですね、そのビル1個分は全部手芸品が売ってるんですね、いろんな種類の布だったり、でそれを揃えて自分で買って、あの着て作ったりするのが好きなんです。はい、じゃあこのチャイナドレスもじゃあ自分で作るの。これはごめんなさい、オーダーしちゃいました。オーダーメイドですね、もうこれは自分の寸法を測って天津で作ってもらいました。なるほど、本場なんですね。そうなんです、本場の、本物の本物ですね。はい、はい、そうですね。正真正銘の本物です。そうです。なんちゃって本物持ってきちゃいました。なんちゃってなんちゃってじゃない。俺正真正銘で言っちゃったじゃん。正真正銘でした。ライブとかで来たりするの。そうそうそう。あれは自分でだったりとかするんですので。あのですね、あの時々自分のも作っておりまして、こう先月のハロウィンのイベントのショーもですね、自分でバレスクのドレスを作らせていただきました。はい、そうなんです。はい。すごいな。今でも便利なんですよね、 YouTube で全部ね、あのいろんな人が作ってる様子をアップしてるので、うん、はい、こうやって作るんだってこうね、なるほど、わかります。私もいろいろあの細かいものを作ったりするんで、それもやっぱ YouTube で見て、あ、こういう風に作るんだみたいな。なるほどね、今便利ですよね、昔あんななかったわけですからね。そうですね、やっぱ本で見て見るよりやっぱ動いてるの見た方が分かりやすいじゃん。分かりやすいです。そうなんですよ、はい、そうなんですよね。実際見
ってやると入ってきますからね。はい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 。はい、じゃあ、はい、こう行きましたね。で次はどこ行きましたね。あ、結婚式、そうですね。はい、そうです。私実は結婚式の司会をされてる先生のスクールに通ってたんですね。それが左上のちょっとお姉さんの元で3人の生徒さんたちが声出してる絵があるんですけど、声出してます。はい、それもですね、神戸に慶応プロモーションというアナウンス学校がありまして、そうなんです。それをですね、その時レポーターかラジオナビゲーターにやってみたいと思って、で自分で通ってたんですね。でその時の経験を生かして、今は結婚式の司会イベントのアルバイトで入らせていただいております。はい、はい、そうなんです。婚活パーティーとかですね、忘年会とかもぜひぜひ依頼受付中ですので。なるほど、モニカさんどうですか、じゃあゆくゆくね。あ、何ですか、これからまだまだなとはなって、まだまだなんでやろう。もういいし、自分の子供が恋人だと思ってる。 あとゲームが恋人でしょ。ゲームですね。ゲームが恋人、ゲームもね深いですからね。はい、私もでも、あれですよ、高校時代、結婚式場で働いてたんで。あ、そうなんですね。ブライダルってやつですね。ブライダルで、最初は配膳やって、そっち、あ、そうなの、なんだ、ロビー。はいはいはい、はい。で、新郎新婦が来たと、のご両親とか、親族の方のご案内役とか。はい、じゃあ、後ろでこう、なんかこう、合図したりしてたんですか、こうやってポンって。アテンドとか。私は、やってたの、その配膳と、あと、はい、和装の結婚式の時の玉串とかの巫女はやったりしました。すごいですね。でも、まだ巫女めっちゃ眠くなります。そうなんだ。そうなんだ。ただふわーっと音楽が流れてるのがずっと座ってるんで。でも伝統的ですよね、日本のね。それはちょっと俺知らなかったな。私も知らないです。彼女も結構長いんですけどね。すごいですね。知らなかった。そこで接客を覚えて、でずっとそこからも接客業しかしてないんですけど、厳しかったですね、歩き方から全部。うわー、すごい、そっから勉強する。そういうとこやっぱ厳しいでしょうね。厳しいです、でも全部に活かせますからね、きっとそれはね。あ、聞いたらやっぱ接客はどの仕事にも通ずるものがあるから、間違いない、ね、いや、 やっぱやっといてよかったと思いますよ。生きてきますから、そういうのは。私ももう何かしら生かそうと思って、もう全部こう、もう羽を広げてる状態です。はい。まあでも最大限に生かしてますよ、直美さんは。生かしてますかね。最大限に生かされてますよ。はい、もうこれからもどんどん生かしていきたいと思ってます、ね。では、じゃあ最後に左下。はい。もう絵見た時点で私、ディズニー大好きなんで。あ、嬉しい。特に。あれ、アリエルですよね。あ、分かっていただきました。はい、ありがとうございます。アリエルです。なぜかアンパンマンとかも好きあるんです。そうです、アンパンマンと、ちょっと一瞬見えないですけど、トトロもいます。あれトトロ、あ、下がトトロ。そうなんです。あ、え、なんていう、英語で言うと、なんていうトトロ、トトロ、自分の名前言っちゃいました、ごめんなさい。トトロ、多分普通にトトロ、トトロって言いますね。おー、ね、普通にカンティーナ。そうなんです、実はですね、はい、こちら今のまさにメインの活動中のことを紹介させていただきました。はい、はい、お子様向けのイベントではディズニーの曲だったり、アンパンマンマーチだったり、あと隣のトトロとかのジブリの曲などをメインテーマで、お子様が喜ぶ歌をメインのライブツアー、ライブコンサートもやっておりまして、はい、一方では80年代向けの方々、レストランだったりバーでは80年代ポップスだったり昭和歌謡も含めて、オールディーズの曲も含めてライブツアーやっております。はい、すごいですね。私も直美さんのイメージは、その辺の洋楽なんですよ。あ、確かに。初めて聞いたのが、それこそセリーヌ・ディオンさんだったり。ああ、そうでしたね、赤坂でね。はいはい、だから逆に、それこそアリエルってことはパート・オブ・ユア・ワールドですよね。お、さすが、そうですね。大好きなんですよ。大好きな感じは。人間になりたいっていうね、気持ちのところが。はい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 。あれを聞きたいって思ってます、今。あ、嬉しいです。ぜひ。今度、じゃあぜひね、赤坂のライブ。実はそこでまた披露させていただきますので。よろしくお願いします。もしかして、じゃあ今月の話。そうです、今月の話です。もしかして来週の話。あ、そうです、まあ来週の話。後ほどじゃあ、今週の話になりますけど。ロロさんだって一回ディズニー。そう。本当ですよ。輝く未来をね。かっこよかったですね。長谷川ひなさんとね、ちょっとやらせていただいたんですけど。かっこよかったですよ、あれは本当にね。この後二人で今度また。あ、ぜひとも。いいですか、ぜひとも。嬉しいです。
です。お願いいたしますよ。ね、チャイナドレスじゃなくてプリンセスで着てきますね、はいはいはい、その時は。僕はどうしたらいいんでしょう、ね、あ、もうね、剣を持っていただいて、ハードなブーツ、馬も用意して。あの山崎育三郎さんみたいな感じじゃなくて。ちょっとね、和風がちょっと不思議な。あんな感じにならないと。スタイルね、では、王子様が似合うと思いますね。はい、はあはあ、ね、王子似合いますか、僕。似合いますよね。貴公子ですもんね。そうです、貴公子ですもんね。一応、はい、一応いとこがですね、貴公子ロックっていうことですね。そうですよね、貴公子さんが貴公子ロックでということで、はい、こちらも MC させていただきます。はい。それこそ美女と野獣とか。あ、嬉しいですね。ぴったりですね。あ、嬉しいです。うまいこと言ったな、ありがとうございます。後が怖い、後が怖い、後が怖い、実現に向けて頑張りたいと思いますね。ありがとうございます、ね、あ、あとですね、そう、今そこ左下まで来たんですけど、はい、あの、にゃんこちゃんがところどころいるんですよ。そうなんです ね、はい、実はですね、はい、にゃんこちゃんと2人ですね、3人暮らししております。おー、はい、それを説明してもらうときに面白かったのが、はい、猫ちゃん飼ってるんだって言うと、うん、あの、例えばスコッティッシュのとかアメショーのって言うんですけど、はいはいはい、直美さんは違うんですよ。おほほほ、猫の、え、じゃあ、あの、猫の紹介してもらっていいですか。あ、いいですか、はい、もらいたします。めんどくさいなんね、すいませんね。いや、めんどくさいんですよ。はい、はい、あの、実はその時空港のグランドスタッフのお仕事をしていた時でして、はい、で最初に1匹目、上のあの茶色だですね、メス猫のミニちゃんを飼ってたんですね、うん、はい、でミニちゃんを飼ってたら、まあ、ちょっと1匹で私すっごい留守番させちゃったのでね、長期の勤務時間だと、はい、帰りがちょっとかわいそうだったので、もう1匹友達を作ろうと思って、ね、はいはいはい、もう必死でネットで探したんですね。どれがいいかな、どれが仲良くなってくれるかなと思ったら、すっごいかわいいね、あの、はい、もうキュンとしちゃう、誰もがね、癒されるような目をした、あの下に映ってる子ですか。そうです、うん、トラちゃんというかね、猫が愛媛県にいるということだったので、翌日、一日休みだったんですけど、もう一目惚れしちゃいまして、キューって試験観戦で行って連れてまいりました。愛媛県出身と、蒲郡愛知県出身の猫ちゃんです。長出身地を教えていただきミニちゃんとトラちゃん、ね、ミニトラっていう、そうですね、ちょっと名前もアンバランスなんですよね。その理由があるんですけどね。ほう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 、はい、じゃあこっちの猫ちゃんは何なのかなって、こっちの白いパスタの横にいる、 あれは実はですね、はい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 、食いしん坊のトラちゃんなんですね。あ、トラちゃん、あ、トラちゃん、あ、トラちゃんなんです、はい、あ、狙ってんですね。狙ってるんですね。はい、私いつもね、料理も好きなんですよ。はあはあ、料理が、あの、一応ね、代々木上原に行っていて、はい、でそこの先生がなんと英語で全部レシピとか全部話してくれるんですね。そこで教わったペスカトーレをですね、チャレンジにこう作った時の思い出を書きまして、ペスカトーレだったんですね、あれ。そうなんです、そしたらね、もう思わずエビなんか興味あるなって言って、ずっとずっとやってきちゃってたんですよ。はい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 、はい、書かせていただきました。で、あの後はですか、はい、なんか、あ、コラコラって言って言った瞬間、あのワインガシャンってなったって、ね、なっちゃいましたね。なっちゃいましたね。なっちゃいましたし、そうね、極力ね、閉じ込めときます、料理中。それがトラちゃん、もうしてみると、まあ、今話してても分かったと思うんですけども、はいはいはい、多彩ですよね。多彩です。いや、そうなんですよ、欲張りなんですよね、きっとね。器用なんでしょうね。ね、いやいや、そんなことないですよ。なんかいろいろやれてるってことなんで。はい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 、器用ではないんですね。ただ本当にもう、器用じゃないんですか。この間もね、カーディガン作った時にボタンが1個全部ずれて縫っちゃってたんですね。あ、そうそうそう、それでもう1回やり直したと思って、夜のね、11時半からやったんですけど、あ、もうそのままダーンと最後やっちゃったわけですね。そうなんですけど、まあ、なんせ好きですね。好きなことが多いからかもしれないですね。母がもともと好きなこと多かったんで、それの影響だと思います。あ、ね、メロンパンいっぱいありますからね、あそこに。メロンパン、そうですね、お母様がパンが好きだということで、そうなんです、はい、パンをですね、毎日いろんな違う種類のパンを作るのが好きで、すごい、はい、学生時代の、あの、よく40人クラスいたんですけど、はい、今日は40人分メロンパン作ったから持ってって本当にいいの、40人分ですか。そうなんです。おかげでちょっとね、パンが美味しい大家の梅ちゃんっていうあだ名、梅ちゃんってあだ名、梅ちゃんって呼ばれてて、今日梅ちゃん寿司屋のイメージがちょっと和ですよ、どちらかそうか、そうですね、梅干しだしね。そうなんですよ、梅ちゃん今日なんかパン持ってきたとかよく言ってもらえるようになりましたね。友達作りのきっかけになりましたね。あ、私も一応食べてみたいですね。あ、その、じゃあぜひ ね、ちょっと、美味しいですね。あ、お母さん作って、じゃあ、マイカさんとロードさん作ってね。待ってます。お願いします。はい、ね、あとこれ、ご
後日とか後でまたツイッターとかに、はい、アップさせていただきます。あ、ね、はい、ぜひぜひ。せっかく書いてもらったのに。そうですよ、これね。そうですね。もったいないので。そうですね。本当ね、今ちょうどツイッター、そうですね、今動画で見せたいんですけど、はい、イカス大きいんで。そうなんですよ。で、後日ちょっとでこちら掲載の方させていただこうかなと思ってますね。はい、じゃあよろしくお願いします。で、告知などありましたら。そうですね、ありがとうございます、はい、実はですね、もうお忙しい方ですか。あ、とんでもないです。もう来年まですごいですよ、先生。びっちりですよ。嬉しいですね。はい、じゃあ山口さんよろしくお願いします。ありがとうございます。今月はですね、22日赤坂フラットのカンティーナにて10時からライブステージを行います。はい、はい、ディズニーだったり映画だったりブロードウェイの歌もたくさん詰まっておりますので、盛りだくさんのライブとなっております。はい、ライブハウスは18時オープンなんですが、以降ラストまで様々なアーティストさんたちのステージが繰り広げられますので、でスタートからは司会進行もさせていただきます。今回も、ね、ぜひぜひお楽しみください。はい、ありがとうございます。今回も MC をやっていただけるということでですね、助かります。はい、ありがとうございます、はい、すいません、ちなみに私も出させていただきます、ね、ぜひ楽しみにしておりますね。ディズニーでね、出られますもんね。そうなんです、楽しみにしております。はい、はい、続いてが12月8日なんですが、土曜日、こちら MC 活動のイベントですが、マハラジャ六本木にて、エマーゼンジャー準決勝進出しましたアーティスト、シンヨンさんのライブを行います。ライブでこちらでは MC として私は出演させていただくんですが、当日はダンスナンバーが満載で、楽しくみんなで踊りが明かせるライブ、そしてなんとバズーカも発射いたします。ドッカーンですね。そうなんです、はい、そうなんです、みんな楽しく盛り上がろうという、楽しい楽しいチャンスになっておりますので、ぜひぜひお時間ある方はお越しください。はい、はい、ですね、はい、で今のところ大丈夫ですか、はい、あとイオンモール、そうですね、これすごいじゃないですか。はい、嬉しいです。いろんなですね、モールだったりショッピングモール、あとはお祭り、保育園、幼稚園だったり、あとは企業様の、忘年会、結婚式、余興、同年会など、祝賀セレモニーなどもライブ出張いたしますので、ぜひぜひ、ライブ出演以来お待ちしております。お願いいたします。あれですかね、MC シンガーナオミで検索して、ナオミはあれですよ、ローマ字というか、あ、そうですね、NAOMI のナオミですね、はい、検索していただければ、はい、依頼も できる、はい、はい、司会もライブも受け付けております、ね、ですよね、はい、ホームページはございますもんね、はい、そうなんです、はい、ね、そちら見ていただいて、ぜひとも皆さんで、MC シンガーナオミでご検索お願いいたします。お願いします。はい、じゃあ本日はどうもナオミさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひともですね、はい、ちょっと遊びに来ていただいて、はい、12日動画よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。たくさんスマイルをたくさんもらってますね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではじゃあ一旦 CM に入りまして、はい、後半戦は18時30分からスタートします。はい。ありがとうございました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 。本当に二人とも素晴らしい。いい感じのところで。これに、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、またよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ、ブログ載っけたら、で、メール送るんで、URL 送るんで。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。森田さん、自前ので。もっと自分のところ前の。あ、そうしないとコメントに、ね、あ、ここで、あ、パンパン来るわけですね。そうです、すごいな、世代だな、すごいな。よろしくお願いします。こんなの見える、あ、はい、あ、はい、皆さんでも映りますか。自分だけでいい、あ、自分だけでいいですよ。あ、これこっちで映ってるんで、いや、これはちょっと休憩しちゃったけど、あ、そうです、こっち使ってるんで、あ、なるほど。せっかくなんで皆さんと一緒に、一人ではいつでも配信できるので。あ、もう結構もう広瀬すずさんの声になっちゃった。もう映ってない、まだ映ってない。あ、もう始まりました。あ、私もう遊びで、すごいなぁ。で、チラッチラってたまに入りに行くの安心してください。これでツイキャス、ツイキャス、はい、すごいね。現代ですね。よろしくお願いします。現代っ子よ。毎日配信してるんですよ、そのツイキャスも。ああ。ファンの人は嬉しいですよね。嬉しいですよね。人気者は大変ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
このところちょっとあのボケかましたりしますけど、ちょっと。あ、はい。あ、そうだ、これみたいなね。私、ボケをボケだって気づかなくて、スルーして乗っちゃうタイプなんですよ。あ、はぁ、はぁ、はぁ、そうなんですよね。はい、ただいま時刻は18時30分を回りました。川崎 FM79.1MHz ドリームキングダム池田ノードのミュージックエンジン後半戦スタートします。はーい。あー、まあ素敵でしたね、あの直美さんね。いや、丁寧ですよね。な、もうね、あんな謙虚な方まだいるんだなと。いるんですね。はい、結構周りどちらかというとワイワイしてる女性が多いんで。ワイワイ、そう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 、キャピキャピとかね、キャピキャピワイワイたまにいますからね。ですね、某アスプト、はい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 名前まで分かんないですけど、あら、もう天然なんだかなんだかよく分かりませんけど、でも最近落ち着いてきました。そうですかね、教えてくれないと困りますよ。そうですね、もうすぐ20歳そう、あ、4月で20歳になるんですね。そうですね、20歳になるので、もう大人の第一歩ですね。ですね、はい、ね、はい。で、本日のね、1時間番組30分終わったんですけども、はい、後半戦もまたね、素晴らしい。しかもですね、今日はい、この方が今あの、はい、ツイキャスもされながらな、そう、僕ね、初めて見ました。あのライブ配信なんか見たことあるんですけどもね、この我々のこの池田ロードのミュージックエンジンでですよね、はい、初めてですね。はい、そこはどんどんもうラジオは先を言ってますよね。言ってますね。もうどうするの、僕のこの遅れたまんまですね、私もね。どうしよう、置いてかれますね。いや、多分明日にはロードさんもきっとあのツイキャスしてるんじゃないかなと。してますかね。飲みながらツイキャスって。やり方がわからないです。でもそれこそ本当飲みながらやるとか面白いんじゃないですかね。一緒に。こんなおっさんがあのホッピー焼き鳥食ってホッピー飲んでる映像面白いですかね。いや、ファンの方は嬉しいんじゃないですかね。ファンいますかねっていうところで、その前に。います。います。いますかね。はい。じゃあそれではですね、はい、後半戦のゲスト様をご紹介、モニカさんお願いします。はい、本気一生懸命とはこういうことだ、はい、という全力パフォーマンスを全国にお届けするダンスボーカルユニットファインより、はい、リーダーでレッド担当の大橋メリサさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい。かわいいね。かわいい。ありがとうございます。ミリサさんとね、以前ちょっと赤坂でご共演させていただいたんですけどもね。あの、この胸、こうやってやるシーン、ダンスの中、ミリサさんのね、あの、ダンスを。これ、そうか。そう、ミリサさんが多分初めてですね、あそこまでダンスをしたライブっていうのは。そうですね。あの、初めてでしたね、我々の赤坂では。結構歌とか、そういう楽器とかはあったけど、そうですね。しっかり踊ったのは。あれはね、初めてだったと思いますね。ミリサさんが。そうですよね、多分もともとがそのダンスボーカルユニットでやってるので、この間パフォーマンスさせていただいたみたいに、皆さんが聞いたことある曲とかを使ってマイクを持たずにパフォーマンスをするっていうのをやってるんですよ。はい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 。なので、あの、行った時にあれと思って、私ちょっと間違いだったかもしれないと思って、はい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 、ちょっと大丈夫かなと思いつつパフォーマンスさせていただいたんですけれども。なるほどですね、新しい世界が。そうですね、その今も話していただいたんですけど、ダンスボーカルユニット、はいはい、それがファインファインですね、ファインユニットです。はい、で、そうですね、この後も音楽流してもらうんですけど、そうですね、はい、どっちにしますか、ファインのこと聞いてからにするか、それとも曲を先に。どうしますか、まずは先にちょっと音楽いっちゃいますか。そうですね、ちょっとお時間的にね、あ、ちょうどいいですね。そうですね、はい、こんな感じのダンスボーカルユニットだってことをまず分かっていただいた上で、はい、ですね、いろいろ聞きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあそれでは本日の1曲目になりますね。はい、はい、ダンスボーカルユニットファイン様で、はい、思い切り抱きしめてあげる。今こうやって入ってるんですよ。そう、入ってるんですけど、3人移しましょうっていうコメントが入ってきてるので。本当だ。そう、ありがとうございます。ぜひあの、移っていただき、これじゃあトークしながらあれですね、こっちも意識した方がいいですね、はい、今日はね、メリサさん、はい、ね、ロードさんが見えない。あ、でももうちょっと、そう、近づけばいいのか。あ、これで入りますね。あ、これで、これであとミルダさん中入れば、はい、大丈夫。下はこういう風にしてるんで大丈夫です、うん、あ、これで大丈夫、はい、僕もちょっと半分ぐらいにすればね、そうだね、大丈夫です。この時間とかは全然喋っていただいて、はい、あ、もう全然喋っていただいてありがとうございます。そう、毎日ツイキャス配信してて、はい、
で海外でもこれが見られるので、はい、海外からも見ていただいてる方がいて、今もうメリサさんって呼ばれてるんだっていうなんか俺呼び方間違ったのかな、みんななんて呼ばれてるんですかね。あ、呼び方みたいなの特に決まってなくて、もうユニットでリーダーなのでリーダーっていう人が、はい、メリサさんだったりメリちゃんだったり、はい、メリーちゃんまた来た。あ、なんかの監督さんありがとうございます。皆さんみんなで映った方がいい、グッドっていういただきましたね。よかったです。はい、メリーって呼んでいただいたり。あ、メリーとも呼ばれるんですか。かわいい。じゃあ今度から僕もメリーちゃんって呼ぶんですけど。メリーさんとかね。メリーちゃんって呼ぶとさっきのあの、あ、にゃんこになってる。あ、ナオミさんのにゃんこ。マネキンになっちゃいます。あ、そうです。マネキンがメリーさん。そうでもさ、配信してるときいつも黄色いメガホンを振り回してるっていうか、あ配信するとき、おいっすっていうのが合言葉なんです。あ、さっきね、おいっすって書いてあった書いてあった書いてあった、おいっす、俺、イカリアかと思いましたから。そう、まさにそれで、はいはい、あのおいっすってことですね。8でを全員集合をリスペクトして始めたんですけど、はい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 、おー、そうなんですねっていうか、は、全員集合ご存知ですか。あ、最初はそんなに知らなくて、うん、なんかまあ過去の放送みたいなのをたまに見る程度だったんですけど、はい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 、もうエンターテイナーを目指そうっていうことで。あーねー、あれはもうみんなで、僕は子供の頃ね、テレビにかじりついたんですからね、毎週土曜日は。でも8時では全員集合で始まったはずなのに、はいはい、終わりはダメだこりゃ次行ってみようで、はい、ドリフの大爆笑。ドリフ大爆笑なんですね。全員集合じゃないじゃん。全員集合じゃなく、もう枠を超えて、ちょっとね、ドリフターズさんみたいな、はい、こう最高のエンターテイナーになりたいなっていう。あなたたちもいろいろ多彩ですもん。多彩ですね。すごいですね。ダメだこりゃも言うんですか。ダメだこりゃ、そう、ダメだこりゃ。ドゥンワードゥンワードゥンワーとかなんですかね。あの、ここ、あの、効果音があったら面白いですけどね。いつタライ降ってくるのって言われるんですけど、タライだけはまだやったことがない。仕込みが大事だからね。あ、大分県から見てくださってるそうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、メリちゃんだね。あの、ラジオ後日、あの、再放送、YouTube の方でも。そうですね、後日に YouTube で流れる。はい、スイキャスをご覧の皆様、あの、こちらの放送は後日 YouTube で再放送でご覧になっていただくことができますので、ぜひとも YouTube チェックするんだぞ、お願いします。するんだぞ。俺これするんだぞって言ったら、お前とか言われそうで、おっさんほらって言われちゃうんじゃないかなって、怖いですね。すごく優しい方、優しいファンは、ね、皆さん本当に優しいファンの方も、本当にいつもありがとうございます。あ、ほら、おいっすってなりますね。そうなんですよ、おいっす。さあ、ここから本当にやっぱ焼きそばが気になってしょうがないですね。そう、これちょっとしょっぱりに僕聞きますね、これね。で、あ、先に、あ、このモデルでっていうのがですね。この曲はファイのメンバーで作詞をした曲なんですけど、そのファーストシングルなんですよ。あ、それもじゃあ行きたいですね。行きましょう。ね、はい、はい、お願いします。で最初ファイン、はい。失礼しました。ファインのことで最初の方をちょろっとやって、はい、そしたらもう大橋さんのソロの活動、ソロの活動の話で行きましょう。はい。14年からソロでやってる。あ、でもソロとしてはやってるんですけど、一応本格的に始めたのが、まあ、今年に入って今年の4月からかな。ああ、そうなんですか。なるほど、なるほど。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。素敵な曲ですね。そうなんです。この曲はですね、ファイのファーストシングルなんですけれども、はい、ファイのメンバーで作詞をした曲にもなっていて。あ、メンバー皆さんでですか。そうなんですよね。このファーストシングル自体2曲入ってるんですけど、2曲ともファイのメンバーで作詞をした曲なんですよ。で、まあ、結成してこれからどうなっていくんだろうねっていう、まあ、不安もありつつ、はい、こう未来に楽しくなっていくんだろうねっていう思いを込めてる曲になるので。素敵だわ。そう、歌の方が多分共感できますよね。そういう部分でやっぱり、ファイの曲はほとんどが応援歌で、やっぱりこうくじけそうな時とか、はい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 、って思っちゃう時ってあるんですけど、その時に聴いていただいて、うんうん、ちょっとでもやっぱりもう一回やってみようかなって思っていただければ、あ、まあ、ダメやってなるわけですよ。うん、元気が、なんか今私もやっぱお聞き、あの、初めてね、ちょっと聞かせていただきましたけど、やっぱりなんか元気出る感じしました。ありがとうございます。やっぱりなんだろう、そう、自分たちがそういう経験をしたからこそ、うん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 、やっぱ曲に書いた時に出るっていうのもあるし、ね、そうするとやっぱ響きやすいし、素晴らしい曲ですよ。だからこの思い出が欲しいね。くじけちゃう時とかってやっぱりあるじゃない。あります、あります。変なもの、ね、まあ、私みたいなおっさんもくじける時ありますからね。へこむ時ありますからね。自分たちの、まあ、等身大で、まあ、なってるんですけど、そう、なんかこう
いいことを言おうっていうよりかは、もう自分たちでちょっとずつ変わっていけばいいねっていうので、この曲は作らせていただきましたね。飾らないでね、ストレートな方がいいですね。そうですね、ストレートですよね。ありがとうございます。じゃあ早速あのファミについて、はい、そうですね、さっきその結成秘話みたいなの聞いた時に、はい、ちょっと面白かったん で、 そ, うなんですよ、ね、それちょっと聞きたいなと思って、はい、ファインについて、はい、一番最初は、はい、あのモデルスクールで出会った人たちなんですよね。そうなんですよ。ということは TSC 東京渋谷コレクションっていうファッションショーがあって、でそこに出るためにこうモデルのレッスンを受けに行ってたんですよ。でそこが、事務所であの結成ユニットを結成するってなった時に、はい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 、歌もダンスもみんな初心者だったんですけど、やるぞって言ったからよし頑張ろうっていう感じになって組んだのが初めてだったんですよね。それが2012年か、最初は6月に結成するんですけど、デビューするまで半年ぐらいやっぱり初心者すぎちゃって、歌もダンスももう点でバラバラでダメだからって言ってそうですよ、モデルで言ってたんですもん ね、 そうですよね。モデルさんだったのが突然歌とダンスなんてそんな簡単にいかないですよね。まあ、私はダンスをやってたのでよしダンスだったら任せろと思ったんですけど、はい、歌かと思って、実際こうダンスだけやってくるのと、はい、マイクを持って踊るのっていうのが全然違って、はい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 、なんか踊ってたら、まあ、マイクどっか行っちゃったみたいな感じであれねみたいな音聞こえないみたいな時になってきましたので、そうですね、半年間はレッスンして2014年の4月に、はい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 、2013年の4月です、デビューステージ、そうなんですよ、はい、デビューステージを上がって、そうだったんですね、5年と半年ぐらいですかね、経ちましたですね、そのメンバーのリーダーを、はい、そうなんですよ。これもリーダーを組むってなったのは、はい、年齢が一番上だったから、はい、じゃあお前リーダーなって言われたんですよ。ああ、そういうことだったんですね。あの決してなんかこうなんていうんですか、任せろみたいなタイプでは最初は全然なくて、あの一番じゃあお前年上だからじゃあお前リーダーなって言われて、で私実際実生活とかでもこう年上の方にお姉ちゃんよろしくみたいな甘えてきたタイプだったので、いざリーダーって言われて、リーダーっていうのは何をすればいいのかなと思って、でなんかあの一番それで最初に思えてることが、はい、ユニットでそのあとサンシャイン の、 ほうほうほうあのファッションショーに出るっていうのになって、はい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 、出た時にインタビューをされるっていうのがあって、はい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 、でみんな私より年下なので、はい、インタビュアーさんにインタビューされる時に全員私の方を見るんですよ。ほうほうほう、どうなのみたいな、ほうほうほう、リーダー答えるよねみたいな、みんな見てるえ、あ私かみたいな全部こうみんなに向けてこうやって振られてるはずなのに、はあはあはあ、メンバーが一斉に私の方を見るから、はい、およよよあっ、はいみたいな喋らなきゃで、私がだからそうリーダーで一番最初に経験した苦労点というか、もともとはこう末っ子タイプだったので、はいはいはい、なんかこう黙っててもなんかことが進んでいくみたいな、そう喋るのとかも最初すごく苦手で、はいはいはい、何をしたらいい、苦手だったんですか。そうなんですよ、今もう流暢に会話なさってますけど、もうすっごい、はい、多分その事件があったから、はい、そうなんですよね、強くなったんだと思う、強くなったそうなんですよ。メリーちゃん成長したんですね。成長した話です、ね、お姉さんになったわけですよ、そうなんです、この日にで、お姉さんになってでソロ活動という形ですかね。そうですね、最近はソロでも活動させていただいていて、本格的にソロというのは、まあ、今年の4月ぐらいからですね、ソロにやらせていただいて、以前の赤坂、ね、あのご出演いただいた時もソロでそうなんです、ご出演いただいたんですよね、カンティーナさんに出演させていただいた時もソロだったんですけど、はい、あのオリジナル曲も作っていただいて、グロインアップっていう曲になってるんですけど、はいはいはい、まだ CD 化とかはされていないんですけれども、そう大切にこれから楽しみです、ね、はい、曲になってます。逆にカンティーナだったら多分メンバーで来たら踊れないですよね。踊れないですね無理ですよね、多分無理ですよね。メリーちゃんも大変だったと思います大変だと思います結構激しいので、はいはいはい、はい、あのなんていうんですか、ヒップホップがメインではやってるんですけど、あのちょっと邪魔にならないように結構ねドラムとか置いてあるんで、そうなんですよね、あ気をつけなくと、あのねシンバルとかのね、あの刺さっちゃうんじゃないカーンって踊ってってちょっとやるよ ね、 ね、まあ、なんかバンドとかもすごいかっこいいですよね、音楽に不安になってなったりするね、まさにロードさん今バンドでね、そうですね、ありがたいお話でやらせていただいてるんですけどね、で、はい、ロードさん聞きたいことがあるんですよね。そうなんですよ、はい、これはね私も昨夜ねちょっといろいろ資料、まあ、ちょっと今日あのありがたくいただいたんですけど同じことやっぱ書いてあるんですよね、はい、この
特技なんですけどね、はい、あのメリサさんのね、はい、一日一焼きそばってこれ何でなんですかね。毎日毎日食べてるんですよね。やっぱりあの元々は、はい、そのよし今日から焼きそばを食べようって言っては食べ始めたことではなかったんですけど、はい、なんか気がついた私毎日焼きそば食べてるかもしれないと思って。それも焼きそばは自分で作って。自分で作りますね。 あのよく売ってるやつを買ってきて野菜とか肉とか炒めて何入れても大丈夫みたいなとこあるじゃないですか。はい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 、はい、だからなんか気がついたら毎日食べてたんですよ。そしたらこれは一日一焼きそばって自分でなんかこう考えてやっていった方が多分なんかこう自分の中でサイクルを作れるかなって思ったんですよね。焼きそばがルーティンになる。ルーティンですよね。でそこから始めたらなんか気がついたら私風邪ひいてないかもって言って一日一焼きそばは風邪をひかないって私断言してるんですけど。そんなんですか。ですね、これからね寒くなってきてね風邪をひきやすい時期になってなりますからね。皆さんも一日一焼きそばを。どうしよう。じゃあ僕じゃあとりあえずペヤングとかもうそれも OK なんですよ、ね、はい、だから広く考えて焼きそばもソース焼きそばもよし、はい、塩焼きそばもよし、はい、あんかけもよしっていうと結構こうバラエティに富んで食べられるので。ね、ああそっかそっか、そ、ね、焼きそばいろいろありますもんね。そうなんですよ。俺これ毎日ソース焼きそば食べてるのかなと思っちゃうんですよ。でもソース焼きそばがやっぱ多くなるんですけど、はい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 、そうですね、すごいな。でも毎日続けるってやっぱすごい。そうなんですよ。でだから焼きそばって気がついたら今最近とかコンビニとかでいろんなカップ焼きそばも売ってるんで、ありますあります。なんかもうこれ大丈夫だろうっていう焼きそばたまにありますよ、ね、ありますよ。手つけられるの怖くてただペヤングなんかもいろいろあるわけ で、 そうですね、バレンタインの時期にチョコレートのやつとか、ね、ショートケーキがあったりとかもしますからね、はい、ちょっとね怖くて手出せないですね。僕やっぱりだってシンプルな普通のがいいかなっては思ってるんですけどね。で一時期あのギガマックスってペヤングの4回目あったじゃないですか。あれも食べたりとかしましたね。一人で全部食べきったんですか。食べきりました。すごい、ね、食べるのがすごく好きで、あのどうかなって最初ちょっと自信なく始まったんですけど、はい、食べ始めちゃったら楽しくなっちゃって食べてるのがガンガンいっちゃって気がついたらあもう終わっちゃったみたいな感じで、でもそんだけ毎日だって焼きそばって結構カロリー高いじゃないですか。そうなんですよ。なんでこの体型をキープできるんですか。そのために一生懸命ダンスを踊って歌って踊ってます。燃焼してるわけですね。燃焼していますね。あのダンスは焼きそばから来てるんで。そうですね。元気の源は焼きそばますので。あーなるほど、そういうことだったんですね。焼きそばだったらやなんていうんですか、野菜もいろんなもの入れられるじゃないですか。はい、入れられますね。自分でも好きに決めてやっていけるので、うん、これはいいなと思って、はい、皆さんもぜひこれを聞きいただいている方は毎日やると思ってください。風邪ひかないですよ絶対に風邪ひかないです。はい、こう会話する間もですね、たくさんこのツイキャスでいろいろコメントをくださってましてですね、そうです、毎日ツイキャスとあとショーでもやってるんですけど、はい、配信していて、はい、でこの配信から生まれた私のなんか口癖だったりとかも結構あって、どうしようっていうのがすごい口癖なんですよ。あ、だから今どうしようって、ね、どうしようって書いてあるんですよね。 YK 港様、はい、どうしようと。そうなんですよね、はい、私気が優柔不断な面があるみたいで、どうしようっていうのをよく言ってて、うん、私1回だけあのパッション撮影会っていう撮影会毎週日曜日に開催されてるんですけど、時間を間違えちゃって集合時間を開始時間を集合時間だと思った日があって、あーうっかりってやつですね。あらっていうやつですね。やっちゃったと全然、はい、自分が遅れてるつもりになってその日も普通に配信してたんですよ配信してて何時から始まりますよっていう時にあっ始まる時間だって気がついて、で集合場所まで結構距離があってその時のんびり歩きながら配信すればいいかなとか思ってやってたら、走っても間に合わないぞみたいな時間でどうしようっていうのを言いながら、お台場だったんですけど、お台場ずっと10分間ぐらいどうしよう、ね、どうしようどうしようとかって言ってたんですよねそこから来たのがツイキャスのまんまどうしようどうしようと、もう配信切って走ればいいのに、リキですねどうしようとか言いながらいやだからちょっとファンの方からしたら同じ気持ちをそのまま味わえるリアルメリーちゃんだったわけですねあれももう本当にどうしようとかやったりとかでもマジかいとか言われてるんですけど、ね、そんなことも先から焼きそばの話したら止まれない。止まりません。やっぱファンの方はご存知みたいで。で本当にメリーさん、うん、はい、めちゃくちゃいろいろやってるんですよ。すごいですよ。僕がね今まで印刷した中で一番最多ですね。印刷で7あのワード7ページまたいだっていうのはですね。初めてでございますか、ね、はい、だからそれこそもやっぱりモデルさんもやられてたり、はい、あと舞台とかも、そうですね、舞台も先日出演をさせていただいて、はい、
出演させていただきました。第一声が、はい、おばあちゃんっていう掛けマイクから始まったんですけど、声がすっごい大きいんですけど、私やっと声がこう大きいのが、お披露できるところがやってきたと。あ、何も抑えずに。そうなんですよね。うるさいよって言ってお客さんに後で言われたんですけど。いや、もう舞台はね、声量大事ですから、ね、大事ですよ。ね、今まで我慢してたんですから、出したくてもね、やっと出せるようになったんですから、ね、そうなんですよ、ね、本当にこれが浮かすところが来たと思って、来たですよ、本当。もう最大限元気いっぱいにやろうと思ってやりましたね。そうですね、そういうところで性格だから出していただいて、ね、はい、出演させていただいたり、あとテレビも最近あのレギュラーで出演させていただいてるんですけど、テレビ神奈川 TVK に、はい、毎週水曜日の朝9時からいいことという番組があるんですけど、そこにレギュラー出演をさせていただいて、はい、映画のナビゲーターをしてるんですよね。お、映画をご紹介したりとかもしています。いや、多彩で、多彩ですね。もうね、なんかね、それこそ一つずつ紹介してあげたいんですけど、多分、はい、時間枠で収まらないぐらい本当にあるんですよ。多分ドリームキングダムの枠では収まりきれない。で、しかもさっき聞いたら、はい、ほんの一部って言ってたんで、まだありますよ。まだありますよね。はい、はい、じゃあここでじゃあ一息つくためにもう一曲いっちゃいましょうか。はい、はい、ゲスト、2曲目ですね、はい、こちらファインさん、そうですね、ファインのフォースシングルのカップリング曲になっております。はい、それではお聴きください、はい、チャイニースカイ365日の笑顔、グーッ、ありがとうございます。素晴らしいです。ちょっと全然しゃべるじゃん。全然しゃべります。どうの人が言ってんだろう。もう最初本当に喋れなくて、今ツイキャスとかを配信してても、はい、長いとなんか3時間ぐらい平気で喋ってるんですけど、最初は5分キャスから始まったんですよ。あ、で5分でなんかとりあえず喋ることもないし、うんうん、何を喋っていいか分かんないから、はいはいはい、5分間目いっぱい告知をするっていうところから始まったんですよ、ね。あ、なるほど。とりあえず喋る、段階踏んできたね、やっぱ。で今や3時間喋り通せると。足りてないと思います。そう、3時間で足りてなくて、いや喋って、あの、なんだったら、来月からファインの、あ、大橋めりさんのミュージックエンジンやってたりと1時間番組、もうお手のもんですよ、多分1時間ぐらいだもう、ね、で、これ、今流してるじゃないですか、はい、で、途中で、BGM、トーク再開しますので、はい、わかりました。で55分ぐらいになったら、エンディングトークになりますので、告知になりますね。はい、あれですよね、22日のイベントは、池田大津さんの前が私ですよね。そうなんです、そうなんです、そうなんです、そうなんです。確かそう、あ、確かそうですよね。ですよね、20時からです、私。ですよね。あ、その次、僕が。前もそうだったような気がするんだけど、ミネサさんも次だったような気がするんだ。あ、僕の次がミネサさんか、次は。前にご共演させてもらった時は。僕の後だったような気がしたな、確か。なんか後だったんで、あ、バンドの時でしたっけ。そうですね、あ、多分、あ、じゃあ俺、鳥の時だ、鳥ですね、はい、られた、そうだそうだ、声ガッサガサでね、本当に。いや、初のバンドでガッサガサ聞いてて、ロードさん多分悔しいだろうなと思って、あれ悔しかった。まあ、この間はそれを渋谷のラママでガッツリこうね、リベンジしてきましたからね。よかった。これ、しばらくて感想になりますかね、この曲はね。なります、感想みたいな、こう、あります、あります、ね、ごめんなさい、感想になったらトーク再開します。まだ笑いもう終わり、もう終わり、ガクガクって言われてましたね。ラジオって意外に早いんですよね。江田さんの40代歌手デビューも気になるんですが、そう、私もすごく、え、どこで知ったんですか。アメブルに黄色い、あ、書いてありますね。私ちょっと全然、最近全然アップできてない。はい、はい、今お聴きいただいているシャイニースカイ365日の笑顔、はい、で、でこれまた、これもまた、この曲もあれですね、元気出ますね。そうですね、この曲がちょっとラップ調になってるんですけど、もともとシャイニースカイっていう曲がセカンドシングルで出てるんですけど、それが夏の、ザ・夏っていう夏の歌なんです、はい、だったんですよ、はい、夏しか歌えないのもったいないから、ちょっと歌詞を変えてやろうっていうので、はい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 、曲調もラップになって、このシャイニースカイ3っていう感じで映画ができたんですよ。これはね、私パフォーマンスも見たいですね。そうですね、先ほどのね、思い切り抱きしめてあげるものなんですけど、実際、私ファインさんまだ見たことないんです。
そうです、ね、大橋さんはね、表現させていただいてるんで見させていただいてるんですけど、今度ぜひともなんでちょっと私、はい、出かけますはい、ありがとうございます、ね、ちょっと僕はこのパーカー欲しいなと思ってるし、これすごい暖かいです、裏肝になってるのであったかい、これからの時期そうです、ね、でもこれからトレーナーが新しく出ますので、あ僕これ欲しいんですよ、パーカーが欲しいんです、普通にこれ暖かい普段着で欲しいんですね、ありがとうございます、あーすごいですね、もうほんと紹介しきれないのが残念なぐらいが、ね、え残念ですけどね、はい、はい、でまたファンの方もね、あのロードさんのデビュー秘話も知りたいみたいな、ありがとうございます、なんかすいませんほんとにメールしたけどやっぱり時間が足りないっていうコメント、ああそうでしたか、ごめんなさい、ちょっと30分ってあっという間なんですよ、そうなんですよね、はい、それではじゃあ水田さん、あれですね、はい、あのライブとの告知ございましたらですね、はい、ぜひともよろしくお願いします、はい、今月、はい、あの火曜日なんですけれども、はい、Fine.tv ミュージックチャンスという番組、Fine の番組がありまして、はい、今月いっぱいになるんですけれども、あと2回あるのでよかったら足を運んでください、はい、そして、22日、はい、大橋真笠フラットンカンティーナさんで20時から出演させていただきますので、はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします、よろしくお願いします、私も出ます、よろしくお願いします、あとは毎週水曜日朝9時からいいことというテレビ番組、はい、TVKテレビ神奈川で出演をさせていただいてますので、はい、よかったらチェックしてください。チェキラ、はい、お願いします。チェキラ、久々に聞いたらチェキラ。ちょっとやばいな、古い人だと思われる。詳しい情報は大橋のブログだったり、はい、ツイッターに載っておりますので、はい、ぜひ大橋メリサで検索していただければと思います。ぜひともチェックしてください。お願いします。お願いいたします。はい、いや今日はどういかがでしたか、ラジオは。あっという間でしたね、もうちょっとね、お話ししたかったです、私お二人にも聞きたいこともいろいろあったんですけど、あ本当ですか、いや大したことはございません、人間ですよ、ね、あっという間でした、はい、ありがとうございました、本当にもうぜひともまた楽しみに来てください、またメンバーさん全員でね来ていただいても全然 OK ですので、よろしくお願いします、よろしくお願いします、この3人気になる方は22日はい、赤坂フラットンカンティーナでライブがございますので、ぜひとも遊びに来てください。お願いいたします。ですよね、先ほど出演されてた直美さんもね、はい、MC シンガー直美さん、はい、はい、こちら直美さんもねご出演しますのでね、うん、ぜひともまとめてみります。はい、22日ですからね。いい夫婦の日、いい夫婦ですね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、次回の放送は12月の21日金曜日。はい、18時より、こちら川崎 FM、 川崎 FM ですね、はい、サテライトスタジオより生放送でお送りいたします、はい、はい、本日パーソナリティを務めさせていただきました池田ロードとアシスタントのモニカでした、はい、それでは皆様良い週末をお過ごしください、はい、本日はご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。